と。よし、これで間に合うか。あ、しまった。あ、間抜け、隠れるところがない。わわ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 わ、助けて。うわあ、毎日がエブリデイ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ミステリー作家の七尾よしです。私ね、全然調子はよくありませんよ。もうさっきからここにはまっちゃってね、もうね、何度もトライしてるんですけどね、難しいんですよこれ。タイミングっていうかね、影に隠れて少しずつこうダイヤルをね、車輪を回していかないといけない。うわわ、影の場所がどこなのかっていうのがね、ちょっといまいち分かりにくいっていうかさ。今度はうまくいくかな。うわぁ、少しずつやんないとね、ちまちまとね。おお、よし、これならいけるだろう。ここまでやっときゃいいかな。あ、オッケーオッケー、よーし、これで上がれるかね。やっとだよ、20分ぐらいかかってんじゃねえの。うわーっと、こっちか。はい。で、飛び移ると。おおなんかね、簡単なようで難しいっす。これは、飛び降りろってことね。はい。水が綺麗ね。水の描写がすごい綺麗、このゲーム。もうこの少年はね、息継ぎなしでも、ずっと水中に潜っていられるようになったわけで、だから呼吸困難でね、窒息で死ぬことはないんで楽です、そこら辺はね。結局あの少女は何だったんだろうね、あの殺戮ガールはねえ。なんだここは。またおかしなとこに来ちゃったけど、上に人が浮いてるし。はあ、水面が上にあった。閉まる、今開けとこっか。ん、どっちがいいんだ。最初はさ、森の中からスタートしたのに、今こんな得体の知れないとこまで来ちゃったよ。なんだ今度は、また変な仕掛けしてあるんでしょう。あー、これじゃ同じか。ん、どうすりゃいいんだ。じゃあぶつけてみようか。あ、失敗、タイミング誤った。もう一回。オッケー、よーし、これで、でこれをどうしましょうかね。あの上に持っていかなきゃいけないんだろうね。あんな、こんなもん持ってはしごは渡れないよな。真上に飛ぶだけか。無理だよね。ああ、
そういうことか。これ人は乗ってちゃダメだね。体重であんま飛ばないからこれで行くんじゃないか。おお、さすがミステリー作家、頭良すぎ。ねえ、なんかこれちょっと知能指数テスト受けてるみたいなね。これ作り手もよく考えるよね、次から次へと。これを上に、これを噴射させて、ああはいはい、床をそのタイミングでボタンを押せばいいのね。そうすると上の階にこのボックスが行くと。そういうことだろ。これで OK。 だけど上にはどうやって行くんだ。こっちから行けるのかな。階段かはしごがあるとか。これ開くよね。開いた。ん？ああ、これさっきのとこだね。飛び降りたとこだ。なるほど、ここに通じてるのか。で、これで戻ってきたわけだけど、これほら上のね、天井。天井がこれ水ですよ、どう見ても。上下逆さまになってるよね。で、なんか人型っていうかさ、おっさんたちがいる、また。一体何をしている施設なの、ここは。人間を作っ、あれはアンドロイドか何か作り物なのか。あそこにボタンあるね。アンドロイド？それとも人間を加工してるのかな？生身の人間から意識を奪ってね。自分たちの思い通りに動くように。愚屈、デクノボーのようにね。傀儡。あのボタンを押せばいいのね、上のボタンをね。そのためにこのボックスがあんな手の込んだことをして上に持ってきたわけか。ほい。あー、もう一回押せば上に上がるんだね。そのタイミングで飛び移ると。もう慣れたよ。やり、だんだんね、読めてきた。パターンがね、似通ってるから。あれ？これ、前もあったよね、これ。前もこれ、引き抜いたけど、何も起こらなかったんだけどさ、これって何なんだろう。いわゆるあれ？コレクターアイテムっていうか、コレクトポイントっていうかさ、何かの隠し要素なのかな。何も起こんないもんね、あれやっても。一応さ、このボックス持っていくけどさ、こっから先どうしていいのか分かんない。多分あの上の水面に行かなきゃいけないんじゃないかな。でもどちらにしてもあのロケットでは無理だよね。絶対届かないもん。なんとなく見えてきましたよ。いろいろね、試行錯誤してみたけど、多分正解はこれだと思う。タイミングが難しいよ。
おいで。どうだ？オッケー、ほら。こんなことに気づくのにね、20分以上悩んだね。なんだろう、あれ。上にまたなんか引っ張りそうなものあるね。引っ張れそうなもの。これもあれかな？隠しアイテム、隠し要素なのかな？ん？なんか人がいっぱいね、浮いてるんですけど、これ浮いてるというか、沈んでるというのか、どっちなんだろう。これも引き抜けそうだね。おお。蓋が開いた。まだまだ続きそうだな。先が長いのかな。全然物語が見えてこないね。一体少年の行き着く先は何があるんだろうね。また変なのが出てきたよ。ほら、これもほら、水面が上にあってさ。ん？なんか向こうに人いるしさ、なんかこう、重力を逆転させる研究でもしてるのかな。扉が開いたり閉まったり、水につけると扉が自動的に開いたり閉まったりする仕掛けか。だけどこんな実験っていうか、こんなさ、水面を逆転させてさ、なんかいいことあんの？あの人たち一体何の研究してんだ。ここはこれ開くかね。反応しない？開かない。ただの飾りか。ん？ただの飾りだね。うわ、またおっさんたちいるよ。このおっさんたち使ってなんかやらせる気でしょうね。何なんだろう、あの人たち。もう全く自我を失ってるしさ。なんで襲ってこないよね。おお、なに、え、うわ、おいおい、こらこら、うわわ、いや、ごめん、わかった。いやいや、ちょっと、なに、殺されるのっていうか、今、子供いたよね。あ、これで見つかると殺されるから隠れてましょう。え、あ、これを運びに来たの？いや、おっさんたち全然抵抗しねえし。っていうか、あの子供は何なの？あの大人の子供？息子？っていうかさ、子供の見てる前で子供殺すなよ。香港人肉まんじゅうか。というわけで、なんとか見つからずに済んだので、このボックス運んでいきます。多分これ踏み台にするんだろうね。いやー、なんていうか、えげつない人たちやねー。そこまでして、この秘密、この施設の秘密を守らなければいけないってことだよね。あそこにいる人たち何なんだろうね。研究者？こちらには気づいてないみたい。あー、ボックスがこれで浮き上がるわけね。へー、普通水の方に沈んでいく、水底に沈んでいくはずなのに、これは、あー、沈んでるのか。上下で逆さまだからね。ここら辺に合わせて、今浮力で上に上がってるけど、
水がなくなれば重力で下に落ちてくるはず。ほら。で、これを踏み台にします。届かねえ！届かねえ！どうすんべ？おい。多分、こっちじゃなくて、あの台の上？あちらの台の上に落として、多分これでいけると思うんだ。どう思う？まずここに合わせるでしょう。で、箱をその上に落とすのね。扉が開く。あの扉の向こうに行きたいから扉は閉まっちゃダメ。扉が開いているギリギリのとこだね。あ、ダメダメ。よし、これ。これでいけるだろう。これでね、水を伝わって向こうに行けるはず、泳いでね。ジャンプ。ほら、よーっしゃー。いやー、ほんとパズルだね、これ。まあ、よく考えられ、毎回よく考えるよね、これ作る人も。このゲームとしてのセンスも抜群だけど、謎解きもなんかね、難しすぎず簡単すぎずちょうどいいみたいな。で、ヒントらしいヒントがさ、ないのがいいよね。でも、ヒントがなくても、ある程度は、解けるっていうかね。それすごい助かる。もうガチガチのパズルって好きじゃないんだよね。知恵の輪とかさ。あら、これさっきの部屋だよね。下に人がいるからこれ見つかっちゃいけない。ある程度降りると水がないから下に落ちちゃうよね。よし、いなくなった。高さ大丈夫かな？あ、大丈夫みたいね。見張りはもういない。なんだこれ。水面が上がってくんだ。うわ、こいつら。またおっさんたちだよ。あ、集まってきた。っていうか、足とかちぎれてるし。え？なんか今回のおっさんたちはなんかもう異形ですよ、異形。異形ですよ。もう欠損してるじゃん。首ないのもいるしさ、トルソーだよね、トルソー。うわ、怖。キモ怖。でもなんか、嫌いになれないお前たち。けなげなんだよね。そう。この人たち嫌いになれない理由分かった。けなげなんだよ。何の疑問も持たずにさ。届かないかな、これ。ああ、届かないね。これあれだろ、水面を下げればいいんだよね、また。よいしょ。そうすれば届くようになるはず。こっからかな。ほら、届く届く。これなら大丈夫でしょう。ついてきてくれるんだ、おっさんたち。なんか君たちとはね、ずっと冒険していたいよ、一緒にね。なんかずっと一人だったからさ。よし、開いた。ははは、工事中のおっさんたちも付き合ってくれるのね。君たちはこうなる前は一体
どんな人たちだったの？下降りてみましょうかね。え、動かない。あ、死んじゃったダメなんだ、こう飛び降りちゃ。だったら皆さんのお力を借りますよ。オッケー。あ、みんな大丈夫？死んじゃったかな。まあ、いっか。うわー、なんかキリコの絵思い出すよね、これ。下に彼らがいるからさ、受け止めてくれるよね、きっと。そういう仕組みだよな。ほら、うわー、ありがとう。もうほんと君たちとはずっと一緒にいたいわ。さ、持ち上げておくれ。行くよ。あー、でも彼らはどうやって出るんだ。ここでさよならなのかな。そんなの嫌や。お前らを助けに行くんだ。上に彼らがいるね、おっさんたち。ああ、これはさっきのところだね。あ、上からついてきてる。また。はい、またお会いしました。よし、みんなで行こうね。確かさ、扉があったんだよ。多分あれ、みんなの力で開くタイプの扉だと思う。この先にね。これ。これね、一人じゃ開かないんだよ。みんなで開けないとね。うわ。ああ、キリコの世界だ。絶対的な絶望感と孤独感。うわあ、向こうもから人走ってるね。何なんだろう、ここ。お前らどうすんの？上がれない？いやいや、お前らと別れとうない。だけどこの世界はね、やっぱりね、孤独なんですよね。この少年は孤独じゃなきゃいけない。孤独でこの世界を進んでいく。彼らとの触れ合いはひとときのぬくもりに過ぎなかったんだよね。電話が外れてる。なんかさ、だんだんとね、組織の中枢に入ってきたような、そんな感じがするね。なんだこの世界は。悪夢みたい。悪夢を見ているような世界だね。狂気を感じます。人がいっぱいいるけど、この人たちは殺意がないんだ。僕を殺しに来ない。一体何を見ているんだろう。少年の目の先にはね、何が映ってるんですかね。みんな何かを見ている。はい、というわけでね、今回もいい時間になっちゃったので、ここまでにしたいと思います。なんとなくラストが近い雰囲気ですね。じゃあ皆さん、お元気で。また会いましょう。バイバイ。チャンネル登録は下の顔写真のアイコンをパソコンならクリック、 iPhone やスマートフォンならタップしてください。よろしくお願いします。